の海幸子です。今日は千秋さんに空手パンツについてご紹介いただきたいと思います。千秋さん、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。ちょっとオリンピックがですね、延期になってしまったんですけども、今回の東京オリンピックでやっぱり一番興味のある競技が空手なんですよね。初めて採用された競技で、まあこれは日本の発祥のスポーツですけども、この空手が本当に見たくてちょっと待ち遠しかったんですけども、まあ来年に延期ですけども、その前に今年の春夏にちょっとその気分を味わいたいなと思いまして、生き字でなんと空手パンツを作っていらっしゃるんですよね。今佐々木さんが履いていらっしゃるんですけども、本当に空手の競技で使ってるパンツを、まあ色はこう染めていらっしゃるんですよね。色は製品染めです。これが本当にちょっと画期的なんで、まあ実際は2サイズ作ってるんですね、はい、でこれも男女兼用なんで、まあ本当にフリーサイズ的なパンツなんで、こうふっと絞っていただきますと、まあどなたにでも興味あるんですけども、これやっぱ空手なんで、まずその活動的ですよね。動きやすいです。もうこのパンツ今、まあ上はちょっとね、ポロシャツでもこう T シャツでもいいと思うんですけども、この本当に春夏にちょっとぜひ履いていただきたいのがこの活動的な空手パンツ。まあ、本当にこう日本発祥のもので、特にやっぱり今回のオリンピックでも私興味があるのこの型っていうのがありましたね、はい、戦うんじゃなくて型の綺麗さを競うっていうのはスポーツの中でも多分あんまりないと思うんですよね。まあフィギュアスケートとかありますけど、こうあれはジャンプしたりするけど、本当に型だけで美しいかどうかっていうのを判断するスポーツっていうのはちょっとないと思うんで、そこに着る服がこのパンツなんですよね。ですからちょっとその自分たちの動きをちょっと検証したいなっていう時にこのパンツをちょっと履いていただけると面白いかなと思うんですけどいかがですか、ね、はい、女性でもこうやってフリーサイズで楽に着ていただけるの で、ね、いいと思います。楽なパンツっていうのはあると思うんですけど、さっきちょっとお話したように空手はやっぱりその型を決める競技なんで、ぜひその動き方を、歩き方は、まあ、こういうパンツ履いてダラダラってなくて、こうキッキッとこう気密正しくこうこのパンツを履いて動いていただきたいな。そうするとなんか気分も全然変わると思うんで、そういう意味ではちょっと画期的なパンツですよね、はい、これは幸子さんはどちらからなんかヒントっていうか、たまたまちょっと私が空手の道着を着る機会があって、で来た時にフリーサイズだったので、あ、これはすごいと思って、これをモチーフにしたちょっとファッションに置き換えたパンツが作りたいってデザイナーにお願いして作ってもらいました。もう本当にこう空手パンツをアパレルで作られたの多分生き字が初めてじゃないですかね多分他ではちょっと聞いたことがないので、まあ、そういう意味で本当に男女兼用で履けますんで、この春夏はぜひこの空手パンツで意気揚々と過ごしていただきたいと思います。はい、千秋さん、今日もありがとうございました。ありがとうございました。